何作ろうかな。どこに入れよう。材料は、材料はレベルアップ。何入れようかな。何入れようかな。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。入れる場所は何入れようかな。入れる場所は マテリアル缶開放。材料はレベルアップ。レベルアップ。どこに入れよう。材料は材料はレベルアップ。いい感じじゃない。よし、行け。どれにしようかな。何入れようかな。レベルアップ。入れる場所は考えすぎかな。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。何入れようかな。レベルアップ。なんか変わるかも。何入れようかな。何入れようかな。どこに入れよう。材料は マテリアル缶開放。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は入れる場所は何入れようかな。何入れようかな。どこに入れよう。入れる場所は入れる場所は材料はレベルアップ。入れる場所はレベルアップ。いい感じ。よし、行け。何作ろうかな。
入れる場所は何作ろうかな。どう強くしよう。どこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は何入れようかな。まだまだすごくなるかも。レベルアップ。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。何入れようかな。入れる場所はどこに入れよう。マテリアル感解放。考えすぎかな。どれにしようかな。準備完了。よし、行け。いいもの手に入るかな。みんなでやればすぐ終わるはず。これで平気。とりあえず集めておくか。さあさあ集めちゃいましょうね。集めておこう。それライザなら有効活用してくれるよね。ねえ、どこに行くのさ。ここがいいな。すげえ、これなら誰でも簡単に水晶の採取ができそうだな。そっちに何かあるのか。どんな素材も無駄にならないからね。さあさあ集めちゃいましょうね。とりあえず集めておくか。これも使えるのか。てやー、いいもの手に入るかな。集めておこう。
だよ。成長を見せてあげるよ、レント。やってやろうぜ、サオ。冷たいのもいけるよ。もう一度、こっちの戦略だよ。こいつでどうだ。私に任せて。今なら彼が作れるのも。それ。どうだ。もう終わりだ。まだいけそう。みんな、お疲れ様。まだまだ強くなれそう。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれた。チアー！よっ！ライザなら有効活用してくれるよね。の採掘をしていた洞窟です。私が生まれる前からあるんですよ。それとりゃはっ。見つけた。よっ。見つけた。うちの実家にもよくわからん美術品が大量に飾られてるんだよな。モリッツさんはそういうの好きそうだよね。せーの。この工芸品も売り込んだら買ってくれるでしょうか。魔物が集まってるみたいだな。みんな敵だよ。背中は任せたぜ、ボス。おい、レント、こいつらが悪いから。ライザの錬金術、期待してるぜ。まだまだ。こいつでどうだ。熱いのをあげる。まだいける。今なら私の戦略だよ。今なら鍵が作れるかも。風が一緒なら。投げるぜ。それ。冷たいので力をもらうぜ。今なら鍵が作れるかも。この位置なら。それ。いい修行になったぜ。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。ちょっと手こずったね。見つけた。せーの。見つけた。サルドニカの街並み素敵だよね。ありがとうございます。って、私が感謝することでもないですね。自分が住む街が褒められたら嬉しい。いいことなんじゃないかな。
あの結晶なんだろう。さてどこで使えるんだか。見つけた。あ、発見。敵だ、気をつけろ。さあ、サポートを任せて。どうだ、行こう。ドザブルト。それ、そりゃー。消えた。つけない。こいつでどうだ。ライザー、ライザー、頼んだ。やったね、ライザー。私の戦略だよ。終わりだ。さあ、これでおしまい。それ今なら私の戦略だよ。私たちの勝ちだね。このちょそうしていこう。なるほど。手先の器用な職人さんがいたら教えて。いらっしゃいです。店のこれでいい取引。これでいい取引。どこか行くのか。なるほど。ものづくりをする人たちが集まってる町。ただいま戻りました、アンナ。おかえりなさいませ。あれ、皆さんもご一緒ですか。あの皆さん、そちらはランベルティー家の人以外立ち入りは。私が許可しました。今日は特別なのです。あ、はあ、皆さんこちらです。すごい数。これ全部ランベルティー家の人が作ったもの。みんなよく見ろ、ここに飾ってあるものは。光る魔石とその間に光を通すガラス。まさか両方を使ってるのか、ここにあるもの全部。はい、これらは100年近くの間、父や祖父、曽祖父が双方の素材を組み合わせようと努めてきた証。最初はただの工芸上の道楽だった試作品が、いつしか両派の融和を図る悲願へと変わったもの。しかし技術的に完成の域に達することができず、日の目を見ることのできなかった無念の秘宝です。十分綺麗に見えるけど、これで未完成なんだ。以前デュエット溶剤の調合をお願いしましたよね。あれを使って私もとある工芸に挑戦していたんです。そうだったのか、知らなかった。一人で成し遂げなければならないと思っていたので、こっそりと。俺にはその気持ちがなんとなくわかる。それでまだ未完成ってわけか。はい、その品は
父が生前作ろうとして成し遂げられなかった融和の工芸品なんです。これを完成させられれば両派が納得する、その自信はあるんです。でも父が亡くなった際に図版も失われてしまって、完全に手探りで光明が見えない状況に。フェデリーカ。あ、はい。もっと早く言ってくれたらよかったのに。ごめんなさい。うんうん、謝らなくていいんだよ。立場があったんだもんね。それはまだ遅くないぜ。これからたくさん頼ってくれよ。レントさん、ありがとうございます。鉱山地帯の先にある森で紛失した亡き父の図版帳を私と一緒に探してくれませんか？それさえあればきっと完成させられるはずです。おう、任せろ。みんなで探せばきっと見つかるよ。よろしくお願いします。森の魔物は非常に厄介です。準備は万全にしましょう。ねえ、どこに行くのさ。素材集めに。すっげえ鉱山。誰かさんが喜んでツルハシ振り上げそうだな。お、どこ行くんだ？こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。みんな敵よ。やってやろうぜタオ。成長を見せてあげるよ。終わりだ。来ねえならこっちからだ。風の力を最大限に。今なら攻撃が通るかも。どうだクラディア、いい感じだ。もう一度よ。私の戦略だよ。どうや作れるかも。こいつでどうだ。もう一度冷たいよ。私の戦略だよ。くらい、まだまだ。みんな気をつけて。まだいける。強い攻撃が来そうだ。せーの、待って抜かすよ。いい修行になったぜ。みんな無事。でよかった。これで報告できるね。どんな素材も無駄にならないからね。ここはデュエット原液の産地でもあります。父も原液を求めてここまで来ました。
魔石とガラスを滑らかに接合するための溶剤という話だったか。このペンダントは父と私で作ったんです。ライザさんがいいと言ってくれた時、私にも何かできるかもって思ったんです。誰かの心を動かせるような、ヨウハが納得する工芸品を作れるんじゃないかって。きっとできるよ。ありがとうございます、ライザさん。奥へ進んでいけば原液も見つかるはずです。合わせて持ち帰りましょう。ライザなら有効活用してくれるよね。それこれも使えるのか。集めておくか。どうだ。お昼の時間です。今日は何を作りましょうか。芸品を鑑賞してると私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。うん、今度絵画とかも見てみようかな。それ。珍しい鉱石があるっていうのは武器の素材にもなったりしないか。どうでしょう。よっ。
あまり武器職人は多くないので。私の方で作れそうなら作ってあげよう。またよろしく。うちの実家にもよくわからん美術品が大量に飾られてるんだよな。モリッツさんはそういうの好きそうだよね。発見。サルドニカの工芸品も売り込んだら買ってくれるでしょうか。この街並み素敵だよね。ありがとうございますって私が感謝することでもないですね。自分が住む街が褒められたら嬉しい、いいことなんじゃないかな。石は様々な用途に使えます。集めておきましょう。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？父が遭難、魔物に襲われたのはこの滝の付近と聞いています。お父さんの図板帳と魔物、どっちも存在する可能性が高い。レント君、どう？正直、ビリビリ来てて、かなりヤバいな。みんな、
探し物は後だ。まず不意打ちに気をつけろ。何年も前の図板帳がそのまま残ってるものなのか。探索を日常的にやってる人の手帳だし、そのための加工はしっかりしてあると思うよ。やってやろうぜ。はい、倒して父の図板帳を取り返します。世界にはまだまだ強い魔物がいるってことだ。こいつでどうだ。新たな発見の連続だな。ついを上げる戦略だよ。ライザー、私に任せて。終わりか。いけ、ね、ライザー、頼んだ。いけー！くらい！どりゃ！とどめだ！来ねえならこっちからだ！風の力を最大限に！今なら鍵が作れるかも！力が溢れてやるぜ！攻防一体の気で！それ！冷たいのの言い方が入ってる！今なら！おりゃ！まだまだ終わりだ。それよいしょ、飛べー。よし、今まで行けそう。やったね、ライザー。こいつでどうだ。よいしょ、攻防一体の魔法だ。どうしよう、このままじゃ。じゃあ、寝るよ。決める。それ突撃だ。それそれそれ、お次はこれでいけ。よし、今だ。そりゃ力を一つに、フォトンクエーサー。これでおしまい。こいつでどうだ。ライザー、私に任せちゃう。ライザー、頼んだ。みんな気をつけて。どうだ、強い攻撃が来たよ。ライザー、私に任せて。ひらり、それ来ねえならこっちからだ。風の力を最大限に。よし、ボス、タオ、もうヤバい気配はねえが、一応周りを探ってくれ。わかった。うん。フェデリーカ、大丈夫？怪我はない？はい、皆さんのおかげで何事もなく。でもきっと一人では倒せなかったと思います。気にすんなって、俺らも放っておけなかったしな。さあ、ほら、フェデリーカさん。長く待たせてごめんなさい、お父さん。
よかったね。はい。それに見てください皆さん、これが例の？はい、間違いありません。デュエット原液です。親父さんが探し当ててたのはここか。よし、必要な分持ち帰ろうぜ。えい。フェデリーカ、これで足りたか？はい、ひとまずこれだけあれば大丈夫です。図板帳も原液も、皆さん本当に。おっと、まだお礼を言うのは早いよ。家に帰るまでが冒険だよね。さあ、アトリエに戻ろう。はい。それじゃ。敵だ、気をつけろ。クラウディアの弓、期待してるぜ。全力でやれば安心だよ。終わりだ。見えちゃったぞ。いける、私の戦力だよ。ライザー、私が任せるよ。こんにちは。任せろ、ライザー。浮かすよ。見えちゃったぞ。ライザー、おめでとう。とどめだ。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。それくらいできて当然だぞ、レント。みんなお疲れ様。この後のことも決めないとね。みんな敵だよ。やってやろうぜ、タオ。モス、どうするか。一緒に戦おう。手を割って。手を上げる。まだいける。私は味方を作れるかも。やったね、ライザー。力を打つ。今なら鍵が作れるかも。止めないよ。見えちゃいなさい。しびれてみるか。おい、気をつけろ。なんだかヤバい雰囲気だぞ。せーの、力をもらうぜ。私が全力だよ。今ならいけそう。私たちの勝ちだね。私のことを知ってる人と会ったんだ。どこか行くのか？ほえ、有名人じゃん。取引先の人か？バレンツ商会もどんどん大きくなってるな。まだやることがあるなら協力するぜ。日が落ちるまでに片付けよう。
この川、結晶の中に魚が泳いでるぞ。ここでよろしいんですか？のどかでいい場所じゃねえか。うん、はあ、ちょっと眠くなってきたぜ。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。ふう、疲れた疲れた。フェデリーカさんはこれからすぐ夕和の工芸品の制作を始めるの？はい。それで早速なのですが、錬金術師としてのライザさんに依頼します。分かってる。採取したデュエット原液からデュエット溶剤を調合すればいいんだよね。はい。それともう一つ。ん？交渉としてのライザさんに融和の工芸品に関わる品の制作を依頼します。え？おいおい、ライザはまだ習いたての新米だろ。素人に毛の生えたようなやつに大事な工芸品の手伝いをさせるってのか？あんたら後で覚えてなさいよ。でも本当にいいの、フェデリーカ？もちろん私は真面目です。帰り道、父の図板帳をめくりながら考えていました。これは魔石を使ったランプ？物自体は錬金術で作ってもらって構いません。そこに交渉としてのライザさんの手を加えてください。作るだけならそれでできるかな。でも町の運命を左右するようなものを私が。この品は誰かと一緒に作り上げたいんです。うん、分かった。今の私にできる限りのことをするよ。お願いします。準備ができたら組合本部で両派の代表にお披露目しましょう。よし、作るのはデュエット溶剤と魔石のランプだね。腕の見せ所だな。